はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。やってしまいました。昨日ですね、動画ペチュニア九州大作戦の第2弾をアップしたんですけども、ですね、僕が説明するよりまずちょっとそちらの動画をですね、見てもらった方がいいと思うんですね。ちょっとですね、そのやってしまったポイントを見てもらったらと思います。ではどうぞ。これに1000倍しますので、10ミリリットルですね。10ミリリットル、この原液を入れて1000倍に薄めていきたいと思います。こんな感じで10ミリリットル。はい。皆さん、昨日の動画を見ていただいたと思うんですけど、そうなんですよ。液の倍率をですね、間違えちゃったんですね。すいません。まあ僕もですね、まあ人間なので、ちょっとたまにはこうやって間違える時もあります。せっかくなのでね、まあこういった液の倍率、液体肥料の倍率を間違えた時のですね、応急処置をですね、今回ご紹介できたらと思いますので、ぜひですね、最後までご覧ください。あとですね、すぐにですね、私の動画を見ていただいて、コメントですね、皆さん間違ってるよと、言っていただいて、本当にありがとうございます。コメント欄でですね、言ってもらえなかったら、気づいてなかったと思うので、本当にありがとうございます。では今日はですね、液体肥料の倍率間違えて濃い液体肥料を与えた場合にどうするかというですね、どういう応急処置があるかというのを紹介していきたいと思います。では早速今日もやっていきましょう。今の現状を見てみたいと思います。6月2日、おとといですね、本当は1000倍ね、やる予定の液肥を100倍でやりました。それですね、今日が6月4日、2日後の様子になります。こんな感じですね。おそらく多分ね、ちょっと応急処置もしたのもあったので、多分大丈夫なのかなというのと、まあ、ペチュニア自体が比較的強い植物なので、多分枯れることはないのかなと思ったりしています。こんな感じですね。ちょっとですね、2日前に比べて大きくなってるの見てわかりますか？はい。こんな感じです。ですね、じゃあどんな応急処置をしたかというと、まず液体肥料がどんな性質があるかということですね。液体肥料と固形肥料。固形肥料は水がつかないと養分が溶き出せません。なので、すぐ、植物には効かないんですけれども、液体肥料は、もともと液体なので、水分の中に溶けている状態で、植物に液体肥料を与えます。なので、すぐにですね、植物の根に吸われる状態で効きます。だから、濃い倍率をやってしまうと、濃度障害ですね。濃すぎてですね、まあ人間が、まあいい例えとすれば人間が醤油をですね、一気飲みできないのと同じです。ね、1000倍に薄めたら醤油、まあ一気飲みしたくないけども、やろうともできるじゃないですか。ただ原液はなかなかね、飲むとね、人間も死んじゃうぐらいですね。それはやっぱし、濃度が濃いと、体内の水分を取られたりとかですね、植物も同じように、根っこの中の水分とか、植物の中の水分がですね、濃度が濃いと、液体肥料の濃度が濃いと取られてしまうんです。なので、肥料を負けとかしてしまったりとか、根がね、根腐れをしたりする原因になってしまいます。濃い肥料を与えるとそういう原因になってしまいます。ただ、液体肥料の場合は、すでに水に溶けている状態で植物に与えます。なので、固形肥料に比べたら、抜けやすいんですね。もうすでに水に溶けている状態なので、流動性がある。動きやすいんですね。雨が降ったりしたらすごい抜けたりします。なので、昨日、応急処置でやったのはですね、ちょっとこれは昨日やったので、これにはかけれないですけども、鉢をですね、こっち用意しました。こんな感じで鉢があります。鉢の中にですね、たっぷり水をやります。もうね、これちょっと重たいですけども、液体肥料を抜かすために、こんな感じで、ほどほど折ってきますね。水が下に浸透していっています。液体量も水も同じ液体なので、水をたっぷりやることで、鉢の中にあった液体量をこれはわざと流しています。こういう形でですね、応急処置として液体量を流すことができます。何度かですね、こんな感じで。中の水分を新しい水に入れ替えてやるというイメージですね。こんな感じすると、先に入っている水分がこう下に抜けていくという感じで、
土に液体肥料の養分が吸着もしますけれども、まあ、こんな感じですね。と水で液体肥料を落ち出してやることでですね、濃度を下げてやるという応急処置のやり方があります。これはですね、鉢とか鉢ですね。鉢じゃないとなかなかできません。また液体肥料じゃないとできません。固形肥料だと、もうすでにですね、まあ、固まった状態でたくさんその土の中にあるので、いくら水をやっても少しは抜けますけども、全部が一気に溶けないんです。なので、こういった液体肥料の場合に、濃度を間違えてやった場合は、鉢とかプランターで栽培している場合は、こういう形でですね、肥料を流してやるというような応急措置の仕方があります。ちょっとですね、これがまあ、うまく多分育ってくれると思いますけども、皆さんもですね、ちょっと温かい目でですね、見ていただけたらと思いますんで、次ですね、次回これまたアップするときに、もっとね、大きくなっているのをちょっと願って、僕も育っていきたいと思います。はい。今日はですね、ちょっと僕のミスで、こんな形になっちゃったんですけども、まあ、こういったようなね、ですね、アクシデントもあったりすると思います。僕も人間なので、やっぱしね、間違ったりとか、することもすごくあります。僕が言ってることは全て正しくない可能性もありますので、ぜひですね、視聴者の方で僕よりも詳しい方もいらっしゃると思いますので、もし、こうだよとか、これ違ってるんじゃないのとか、もしあればですね、どんどん教えてください。僕もですね、それをきっかけにですね、もっといろんな植物に関する勉強ができたらと思ってますので、ぜひですね、みんなで一緒に植物を楽しめるようになっていけたらと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。